うこんな時間か。そろそろ起きないとな。おはよう、ろか。あれ、せっかねー、まだいたんだ。今桜花が来てるから。桜花ねー、なんで？今の桜花は治癒系能力を持ってるの。しかも霊力を存分に使えるから。きっとろかの目も直せるわ。あれからちゃんと修行したんだね。あれから私たちは成長できた。ろかや月花お姉ちゃんのおかげね。そう、それはよかった。ろかの友達から聞いたわ。あなたがここ最近どれほど苦労してたか。この町、いや世界を救ったことも知ってる。大げさだよ。いいえ、大げさではないわ。結果今世界は安静になってる。正直本当にすごいと思ったわ。あなたには守り抜く力がある。そういえばせっかねえたちはどこで何をしてたの？冥界にいたわ。冥界？今回のテロは冥界から命を奪うのと現実世界で直接命を奪い、社会をめちゃくちゃにするのが目的だったみたい。冥界に今回の計画の首謀者がいたんだけど、聞いた話だと、冥界側だけで1億以上の魂を奪える計算だったみたい。そっか、そんな規模の事件だったんだ。そう、相手も最重要任務が失敗に終わって混乱してるはずよ。そう、それでせっかねえと桜花ねえは無事だったんだね。でもパトは重傷を負ってしまった。パトニーはもともと力ないでしょ。いいえ、パトは少しずつだけど力を取り戻してる。通常戦闘力だけで15万、最大で1億以上を解放してたらしいわ。そっか、少しずつ力が戻ってきてるんだね。でもまた壊れてしまった。今度は精神が壊れて何も認識できなくなってる。なるほど、だからここに来たんだ。パトを治す方法をメリアちゃんが教えてくれた。でも私たちだけじゃ限界があるからって現実世界に帰ってきたの。メリアちゃんが帰ってきたの？今は幻想郷の家でパトの看病をしてる。でもメリアちゃんもパトのせいで全く力が出せないの。なるほど、だから月下ねえと私に助けを求めたんだね。最初はね、でもろかは重傷を負っていた。無茶はさせれないわよ。せっかねえは今でもパトニーを守るために動いてるんだね。なら私の条件をクリアできたら手伝ってあげる。何言ってるの、そんな重傷なのに。どうせ数時間後に桜花ねえが治してくれるんでしょ。だったら問題ない。それで条件っていうのは。私と今から戦って、私に勝ってみてよ。何をバカなことを。あなたは今。でも私がいないとパトが助かる可能性が下がるんでしょ。せっかねえはそれでいいの。数ヶ月前、あの時は私がせっかねえに勝った。あれからどれだけ上達したか私に見せてよ。そんなことを言っても、所詮せっかねえの覚悟はそれだけだったって話よ。それでよく守るなんて言えたわね。ろか、せっかくここで私が条件を出したんだ。本当に守りたいなら非常でも私を倒してみせろよ。ろか、何やってるの。本当にパトニーを守りたいなら私を納得させてみろ。それができないならそのままパトを見捨てろ。ここで妥協してるやつが守るなんて軽々しく言わないで。ろか、指揮解放。ろか、本当にパトを救いたいならここで私を倒してみなよ。覚悟ができたら外に出てきて。ろかは本気だ。ろかはあの重傷の中無理して私の覚悟を確かめようとしてる。指揮解放。わかったよ、ろかの思い、ちゃんと答えるよ。ろか、この2年間、見ないうちにここまで実力をつけていたなんて。せっかねえ、あの2ヶ月前とは比べ物にならないくらい強くなってる。実力差は歴然、ならこれで少しでも差を埋める。指揮第2解放。第2解放、せっかねえか。なに、この霊気は。すごいわね、あの冥界の一戦から私の第2解放はその先へ進化した。そう、それは戦闘力という概念を超える。また空へと具悪いって。何これ、目が見えない。機械を奪わせてもらったわ。意識強王だ。避けないと。捕まえた。すごい、私のスピードより速い。また音で私を倒す。私は自分の耳を凍らせて音を塞ぐけど、それとも風、雷、何で私を倒すつもりかしら。そう、戦闘力差は今でも十分ある。油断もしていなかった。なのになんでこうも一方的に私はやられてるの。これがせっかねえの本気。ろか、ここまでよ。さすが私のお姉ちゃん。いつも私の理解の先を行く。単純な力ではない、それよりも強い何かをせっかねえは持っている。私とせっかねえの力の差はそこにあるんだね。乾杯だよ。ろか、これが私の覚悟だよ。もう、許してよ。できるわけないでしょ。ろかだって私の大事な妹だよ。せっかねえ、どっちかを優先なんて私にはできないよ。二人とも大事なんだから。私はパトが好き、だから絶対に守りたい。でもろかだってすごく大事なの。もうお願いだから私を困らせることはしないで。ごめんなさい。
お願いだから休んで、大怪我してる妹を見て私が平気だと思った。知らなかったとはいえ、すごく心配したに決まってるでしょ。うん。ごめん。私もごめんね。あなたの期待に応えれないダメなお姉ちゃんで。そんなことないよ。私は完全に負けてた。お姉ちゃんの覚悟がわかった。この数ヶ月で石化姉は戦闘力という概念を超えて私を圧倒した。それだけ本気だったっていう証拠だよ。どか。私の乾杯です。石化姉の覚悟、しっかり私に届きました。だから私も力になるよ。大化姉が来て、目の傷が治ったらすぐに幻想郷に向かおう。でもろか、あなたは休んでないと。目さえ治れば私は大丈夫。それよりパトニーを助けるんでしょ。ならここは素直に喜んでよ。そうだね。ありがとう、ろか。私がパトのために動く時が来るなんて、思いもしなかったな。まあ、お姉ちゃんたちの恋人のために頑張りますか。じゃあ病室に戻ろうか。で、そういえばめちゃくちゃにしちゃったんだっけ。もういいよ、大化姉が来るまでここで待とうよ。そうね。それから数分後、大化が病院に到着した。だからって言ってなんで戦闘するの。こんな緊急事態の時にバカなことしないでよ。ごめんごめん、でもお互いそれで認めたんだからいいでしょ。それより大化姉早く治して、こう見えてめいたいんだよね。うたまんまだよ。というかそんな重症なのに石化ちゃんに勝負を挑むなんてバカじゃないの。バーカバーカ。大化、あんまり怒り慣れてないんだから無理しなくても。石化ちゃんもろかちゃんと戦うのになんで第二解放まで解放してるの。ろかちゃんにもしものことがあったらどうするの。そこはまあ、ろかに勝つならそこまでしないと厳しいし。実際渡しても足も出なかった。でも下手に動けなかったから無傷だったのかもね。はぁ、もういいよ。後で月下お姉ちゃんにこっぴどく怒られたらいいんだよ。大化は月下お姉ちゃんの件終わったの。まだだよ。あれからすぐに急遽救護依頼が来たからそっちに行ってた。そうなんだ。とりあえずろかちゃんの目を治すからろかちゃんこっちに来て。はーい。あの温厚な大化姉がまさかこんなにたくましくなってるなんて。二人とも本当ここに来て成長しすぎだよ。治療終わったよ。どう？ちゃんと見える。見える見える。すごいよ、大化姉。よし、それじゃあ早速家に帰ろうか。ろかの友達もそこに行くようにしてるし。そうだね、早く治ったことみんなに報告しないと。それじゃあ戻ろっか。うん。こうしてろかが加わり、前回遠征のメンバーが5人になった。絶対に助けるからね、パト。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。